第2代アイルズベリー伯爵及び第3代エルギン伯爵の肖像が1738年作。第2代アイルズベリー伯爵及び第3代エルギン伯爵トマス・ブルースはイングランド王国の政治家、貴族。第2代エルギン伯爵ロバート・ブルースとダイアナ・グレイの息子であり、母方の祖父母は初代スタンフォード伯爵ヘンリー・グレート・アンセッシュルである。 第2代アイルズベリー伯爵の回想録は死後150年ほど経過した19世紀末に出版され17世紀末のイングランド史における重要な文献となっている。第2代エルギン伯爵ロバート・ブルースとダイアナ・グレーの息子として1656年に生まれた。一度目の結婚によりウィルトシャーにおける影響力を得て1679年10月。 イングランド総選挙でマールバラ選挙区から出馬して当選した。その後、1685年1月に5000ポンドで、新出自重の職を購入したが、2月に国王チャールズ2世の死と共に職を失った。直後の1685年イングランド総選挙では、ウィルトシャー選挙区で当選した。名誉職では1679年から1685年まで。 ベッドフォードシャー副統監を務めた後、ベッドフォードシャー統監に昇進1689年まで務めた。また、1685年にはハンティンドンシャー副統監にも任命され、同年に統監に昇進した後1689年まで務めた。また、1685年から1689年までケンブリッジシャー副統監を務めた。 1685年10月20日に父が死去すると、アイルズベリー伯爵とエルギン伯爵の爵位を継承した。直後から1688年12月まで、進出自重を務めた。名誉革命では、オラニー公ウィレム3世がイングランドに向けて、新軍を開始した後も、ジェームズ2世を支援した数少ない貴族の一人であり、その後は、 ウィリアム3世への忠誠の誓いに応じたが、すぐにジャコバイトになり、1696年のウィリアム3世、暗殺未遂事件に関わって1696年2月にロンドン島に投獄された。1698年に海外追放という形で釈放され、フランドル地方に移住してカトリックに改修したが、息子チャールズはイギリスに残り、1700年代に、 庶民委員議員を務めた。1741年12月16日に死去、ブリュッセルで埋葬された。1676年8月31日、エリザベス・シーモアと結婚した。1700年4月27日、ブリュッセルで、デスヌーオンの伯爵シャルロット・ダルジャン等と再婚、一条を設けた。ありがとうございます。